話。続いて特集です。タレントの桜塚やっくんが美祢市の中国道で起きた交通事故で死亡してから2年半が経ちました。もう一度やっくんと会える場所を作りたい、この思いを実現させた仲間たちを取材しました。ちょっと花咲いてるじゃん。ほんまやな。ね。夜もカラッカラの。美祢桜公園に立つ一本の桜の木。周りの桜はまだつぼみなのにもかかわらず、ほぼ満開です。東京からこの桜の元を訪れたのは、タレントの岸田健作さんとミュージシャンのマサさん。二人はこの桜をやっくんの桜の木と名付けました。2013年10月、美祢市の中国道。タレント桜塚やっくんの運転するワゴン車が中央分離帯に衝突。やっくんとマネージャーの男性が車外に出たところ、後続車2台に相次いで跳ねられ、2人は死亡しました。信じられないっていうか、もう、いや、もう顔見るまで信じねえぞって本当思ってたし、なんかこう一言で言うと綺麗な人、やっぱりその心の部分の自分の身を犠牲にして相手のために何かしようとしてくれるような人なんですよ。やっくんの死は当然ファンにも大きなショックを与え、ブログには信じられないというファンからのコメントが相次ぎました。やっくんっていう名前の木にしてください。もう一度やっくんに会える場所を作りたい。岸田さんたちが始めたのが、事故があった美祢市にやっくんの名前のついた桜を植えるプロジェクトです。てくださったし、方だったよっていうのだけ。去年3月から全国のライブ会場などでファンに募金を呼びかけると、8ヶ月で目標の30万円が集まり、今年2月、念願の植樹が実現しました。ね、日本に桜塚やっくんという名前の生命が、ね、なんですか、また生まれるわけですから、それは嬉しいなと思っていて。やっくんの死は他にも影響を与えました。事故現場付近は長い下り坂、そしてカーブの連続、もともと事故が多発していた区間です。やっくんの事故の後、ネクスコ西日本は現場付近の道路にドライバーに減速を促す V 字型の模様を表示したり、車線変更を禁止したりと事故防止策を次々と講じました。その結果、事故件数は対策前に比べるとおよそ半分にまで減っています。暖かい日差しが降り注いだ先月25日、2人が視察したこの日、やっくんのファンも桜を見に来ていました。やっくんに会いに来れる場所があるっていうのはすごい素晴らしいことだと思うので、え、じゃないんだ。また会いに来たいと思ってます。本当の感動ってさ、言葉が出ないんだね。言葉出へんな。花咲いてたほんまよかったな。僕も笑顔にさせてくれたり、やっぱりさすがやっくんだなというか、ここ来る方々をこう笑顔にしてくれるような気になってほしいなって思いますけど、はい。岸田さんたちが始めたプロジェクトは、多くのファンのやっくんへの愛で花開きました。亡くなって2年半、やっくんのブログは今でも残され、彼へのメッセージが毎日書き込まれています。
やっくんの桜の木はまだね植樹したばっかりですから、はい、さほど大きくはないんですけれども、うん、やっくん本人そしてファンの思いが詰まってるからが本当に綺麗に咲いてましたよね。そうでしたね、うん、ただこの桜の木を見てファンの方はもちろんなんですけどもそうでない方もですね交通事故を起こしてはいけないんだなということを改めて感じていただきたいなと思います、うん、はい、なお VTR に出てきました峰桜公園ですがご覧の峰市役所から朝川を挟んだ西側にあるということです。今回 VTR に出演してくれた2人は今後この桜の前で追悼ライブを開催したいと話していました。以上今日の特集でした。